話ができましたー俺ら出会いは何に出会いよ、こういう話俺すごい好きなんです。はい、おい、お疲れ様です。はい、はい、お疲れ様です。はい、今日は何ですか。はい、緑店行きました。で、もう一年に1回か2回しか来ないですけど、何のために来たかわかる？はい。あ、バレましたよ。あれバレてないか。まとるで気づいてないふりしてくれとんだわり。あ、おばさん。ちなみにしてるか。おめでとうございます。動画見たよ。うんこしたいです。うんこ出る式。はい。大きい声出したらちょっとうんこですよ。あ、大丈夫です。綺麗になったね。なんで綺麗になったの？ケアを頑張ってるからです。なんか新しいことなんかあったんじゃないの？まあそうです。はい。何があったの？ご存知ですよ。リリーちゃんとミオとみどりちゃんか。はい。でホテル女子会の動画で。なんと彼氏ができましたーすごいね、彼氏できたのいつの間にだ。付き合ってどれくらいなの？3ヶ月ぐらいです。俺ら出会いは何に出会いよ、こういう話俺すごい好きなんです。僕すごい好きなんです、この話。うわー嬉しい。出会いなり出会いなり聞いていい？言いたくないことは言わないでいいからね。あ、まあ動画になっちゃうから俺全部全国で放送されちゃうから。まあこの辺はラブホ女子会でも言ってたんだけど、なんか大学の後輩です。ああ、言っとったね、言っとったね。で、あ、インスタから連絡が来てご飯食べようよみたいな感じだったんだ。まあなんかちょっとやり取りしてて LINE とかしたり電話とかしてて、じゃあちょっと向こうにしとくか。年下って言ってたよね。1個下です、後輩なんで。マジ？はい。そう、はい。でも何、地味？地味？まだ3ヶ月はまだやってないか。まあそうですね、はい。まだ A だけ。あ、そうですね。A すら B は B は B すらもう A すらまだですね。本当に？絶対嘘、絶対嘘。A B C もないもんあれ。A B C 飛んで F でしょ。なんですか？え、マジわかんないです。これじゃん。知らないです。これじゃん。笛吹き。笛吹き。まあいやいや。そういう話、これだから。どれぐらいの中だったの？その大学の時は。本当に大学の時は喋ってないところなんか言って、はい、絡みなかったんですよ。で、私結構大学生の時、大学2年の時に、うちの大学は学科ごとになんか新入生のなんかサポートするみたいなのがやって、私それだったんですよ。だから私後輩の名前、顔の名前は割と覚えてて、で向こうもだから知ってるんですよ。それやってたから、私のことは結構後輩は結構後輩の中で割と多分知られてるんですよ。自分でこんなこと言うのもあれですけど。あの人結構綺麗だねみたいな噂だったんだ。いや、そんななってないと思います。でも本当に本当に後から付き合いが来ましたけど、私の同い年の子でめちゃめちゃ可愛い子があって、その子はマジで人気やったみたいなんですよ。私本当に結構影薄いんですよ。あんまりなんかギャーギャーする系の本当にマジでそんな。いやいや絶対嘘。その子はでももともと憧れみたいな、すごい綺麗なやつだなって思ったわけでしょ。な思ってくれてたらしいですけど、大学生の時は全然話しかけてこけたりはしなかったです。いい子だね。いいじゃん。コミュ力が上がったね。そうですか。自分の心がちゃんと出せるようになったよね。なんか前はこうなっちゃって、いいやつなのか悪いやつなのか何を思ってるのか分かんなかったけど、不器用にでも自分のことを表現できるようになってきたよね。今喋ってると。でもそうですね。いや、なんか私本当に元彼と別れてから、まあいろんな人と遊びに行ったんですけど、最初1年目ぐらいからしおったか。あ、いました。あ、でそれと別れて、でその後にまあなんか何人かと遊びに行ったりとかいいなと思ってるのたり、2人きりでご飯とか行ったりとかで、まあ向こうもなんかそう思ってくれてんのかなっていうのもなんか感じ取れるような人とかもおったりとかしたんですよ。まあでもなんかうまいこといかなくて、本当になんかコミュ障すぎて全然男の人と喋れんくて大爆死したこととかも何回もあって、全然喋らなくてキロキロしちゃって、全然なんか話せずに失礼として終わったこととかもなんか何回かしちゃって、なんか俺仕事もプライベートも同じだと思ってるから、生きてるとやっぱ成長してくるよね。すごいなんか違うもん。で、聞き取り力もついたんじゃない？前なんかリリーちゃんって下手なこと言ったら思い出すみたいなイメージがあったから、あ、そういう意味じゃないんだけどな、俺の伝えたかったことはって思うとかあったから。でも今ってなんかこのこれ社長冗談で言ってんだな、これこういう意図があって言ってんだなとか、ちょっと汲み取る力とかもついたから、で年下だったらどっちかっていうと姉さん女房みたいな感じなの。どんな感じなの付き合ってるの？ちょっと知りたい。知りたい。正直別に年下とか思ってないです。なんか1年早く生まれただけで年上面もしたくないんで、向こうはどんな感じなの？甘え坊さんなのか、男っぽい感じ出したい系なのか、時と場合にいる、そのどっちもの面を持ってる人だと思います。ああ、そういうことね。ちょっとこれについてこいよっていう雰囲気もあったり、ちょっと甘えっぽいところもあったり、ああ、かわいい感じじゃん。かわいい。写真だよ、動画では見せるから、ちょっと俺だけ見せてよ。さすがにね、そういうのプライバシーもあるから視聴者の皆さん待ち受けとかにしてないだろうね。私待ち受けにはしてないですよ。してとか言われますけど。嘘。え、してとか言ってくる。やっぱ大好きなんだ。え、その LINE のアイコンとかにしてとか言われますけど。あ、マジ。あれはやきもちやきなのかな。これ向こうのアイコンですね、LINE の。じゃあでわかんないですね。ああ、なるほど。ちょっと僕にも。あ、でも、なんていうかな、本当に。オラオラっていうかしてるそうでも可愛いとこもありそうな感じ。すごい優しそうな顔してるんだけど、いや見たいですよね。めっちゃ見たい。ちょっと見せてください。ほんまに見せてください。ほんまに見せてください。ああ、なるほどね。二人幸せそうなの、花畑で二人で撮ってんだ。またお花畑、また並んで45度の写真撮っちゃってるから。並んで45度はまずたまたまですね。もう意識してないです。さあ、わかる。ああ、わかるわかる。ちょっとジャニーズっぽいね。でしょ。ちょっとジャニーズ入ってる。ジャニーズっぽいですかね。ジャニーズパーセンテージ 60% ぐらいは入ってるよね。ちょっと入ってるかもですね。で、週どれぐらいやってる？毎日？いや、毎日も会ってないですよ。週末と平日たまにってぐらいです。平日とでも週2ぐらい。まあそうですね、それぐらいですね。まあ一人暮らしもしてるしいいよね。家行くわとか、まあそんな感じですね。今日泊まってくわとか、同じじゃん。親聞いてて大丈夫かい？別に分かる。うわー、いいなー。恋愛一番楽しいでしょ。まあそうかもしれない。恋愛一番楽しい時じゃん。え、27です。あ、そうか。それぐらいの年だもんな。彼はちょっとまあ結婚はちょっと若いけど、どうなんだろうね、彼も。向こうから見てます。あ、マジ？結婚も話で出んな。こいつの顔見てめちゃくちゃ。え、ちょっと結構、え、3ヶ月で結婚の話します？いや、だからそれってタイミングじゃないじゃん。そうですよ、タイミングじゃなくて、私も元彼も本当に2年以上付き合ってましたけど、出てこなかったです、そういう話。そういうこと思うけどな。で、逆に誰なら付き合ってても誰なの？もう直感力じゃないけど、あ、こいつだったら結婚してもいいのかなみたいな人の方が俺はいいと思うけどね。だから俺は短い長いあんま関係ないよ。だって昔の人なんかお見合いしてんだよ。お見合いしてすぐ結婚してんだよ。そうですね。だからって離婚率って今より全然低いし。確かに。あ、確かにそうですね。説得力あったっす、今の。のぼせて結婚だったんだけど、まあ年が年だからちゃんとしようと思うけどね。軽い気持ちで言われてるなんて思わないですね。はい。ちゃんと仕事もしてちゃんとやってるんでしょ。生活能力あるとかないとかもちゃんと見て考えてるわけでしょ、もちろん。りょうが悔しそう、口がいや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 悔しそう。いや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 、幸せやなと思って。結婚の全てじゃなくないですか。ああ、そうね。私本当に別になんかずっと一人でいいやとマジで思ってたんですよ。別に結婚しなくても全然なんか楽しいしなみたいな、別にやりたいことあるしみたいな。まあ本当そうだよね。本当に思ってました、本気で。今新しい形でいいと思うんだよね。結婚したら離婚しちゃダメでしょとかじゃなくて、別居婚とかもあるじゃないかな。だからお互いが自由を求めてっていう時代にもあるし、あんまりなんか昔にとらわれるよりは今の形に合わせてお互いが幸せならいいんだもん。ただ子供とかできたら子供に対する責任とか、そのね、いろんなものに対する責任っていうのはちゃんと追っていかなかったけど、それあんまり形にこだわらなくていいんちゃうかなと思うけどね。何組んでやってんの？私前まで組んでしたけど、最近呼び捨てで呼んでます。あ、名前で。はい、向こうはさんで呼んできます。今も？はい。いや別になんか呼び捨てとかちゃんで全然いいよって言ってるんですけど、なんかさんの方が呼びやすいらしいです。そう、幸せそう。取り合わせ。取り合わせ。はい。はい、うわ涙出てくるわ感動する。いやそれでは皆さん、なんか結婚ラッシュですけど、美桜ペコちゃんの式か10名のね方も妊娠して。え、そうなんですか。うん、1人目なんですか。1人目。あ、そうなんですか。初号あるんじゃないですか。ありますかね。ミリちゃんのハッピーな話聞いて皆さんも幸せになったでしょうか。どうですか。なりました。お前なってないだろうな。いやちょっと羨ましいな。羨ましそうだよな。ちょっとお前リリーちゃん狙っとったとこあったんだよ。いや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 。なんか動画のネタで語らないよリリーちゃんと。つけそうなねドッキリとかしてほしいみたいな。なんかリリーちゃんに内緒で俺が好きみたいな感じで。はい。だけどこいつはそれで、リリーちゃんとかの。ワンちゃんどういう気持ちかを知りたかったことを、いや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 して、で後で「いやドッキリでした」って言える逃げれるじゃん。いや私割とそういう遠回しに言われてもあんまりなんか気づかないじゃないけど、うんうん、どんな感じで「いきなり付き合って」って言ってよ。いきなりじゃないんですよ。どこで何という告白をされたんですか。そんなところで言うんですか。いや多分アイコンになってるところが記念場所とか。ああなるほどね。ああそれ読みが深いわ。読みが深いわ。それは違いますね。おお違うんか。俺だったら車とかでいいかな。車でしたね。え、いや向き合って言うのって嫌だな俺。いや先生こっちも多分恥ずかしくなる。こういう感じでなんか言いたいな。車ってめちゃくちゃコミュ障にはいいなって。いいよねお互いね。対面だとめちゃくちゃ緊張してコミュ障発揮しちゃうので。それ間も持つじゃん。音楽も流れてるし、これなんかあ美味しいとこだよねとか言って逃げれるし、なんかちょっとやってみようか。どうやって言えるの。じゃあ言います。ああまあどけどけー。やばい。何歳になっても恋愛事情ってめっちゃ気にならないですか。学生の時からずっと好きですけど、大人になっても大好きな話題。視聴者の皆さん、皆さんも幸せにやってください。まあ正式に彼氏おるってことだね。 YouTube 上で彼氏いますので、まあリリーちゃんファンは変な DM とか送ってこないでください。変な DM まだ来る。最近マシですけど、ちょくちょくまあ大体送ってきたりとかね。なんでまたこういう動画上げると心ないこと感じるそうでね。そんなすぐ別れるわとか年下がどうとかっていうやつ大体そうでね。それだったらブロックして、はい、無視して、はいはい。じゃあ皆さん YouTube 応援してください。お願いします。ぜひチャンネル登録もポチッと押さえなのでしてください。お願いします。よろしくお願いします。せーの、また見てねー。